皆さん、午後のひとときをいかがお過ごしでしょうか。今日から始まりました。いつまで続くのかとちょっと思っていますが、田村智子の部屋です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます、ここでは世の中を良くしたいと思っていろんな分野で活躍されている方々をお招きいたしまして私がお話をお聞きすると、こういうコーナーを進めていきたいと思っています。その記念すべき第1回、今日は東京の日本共産党の女性後援会で活躍をしていらっしゃいます佐久間千恵さんにお越しいただきました。こんにちは、よろしくお願いします。佐久間さんは、同世代と言ったら失礼ですね、もうちょっと私は若い、3人の、子どもさんのお母さんで、小学校の PTA の副会長も務めてこられたということで、今日はお互い子育て経験ありますので、子育てのこととか平和のことなんかについても、お話をしていきたいなと思います。佐久間さんはお子さんは、今大学1年生と、はい、高校1年生と中2の3人おります、はい、ダブル受験だったんですね。そうですね、大変でした、大変でした、ね、はい。私も、昨年は受験で、今大体同世代大学生と中学3年生という子供を持つ母親でございますので、お互いいろいろお話ができるかなと思うんですが、はい、いきなりね、子育て子供の話といってもいろいろありますので、今日はですね、こういうものを用意しました。またパクリじゃないかというふうに出てきそうなんですけれども、これをですね、振っていただいて、その目に合わせたテーマでお話を伺いたい。お持ちいただいていいですか。はい。こちらの方で勝手に1つ目から6つ目までテーマを決めてみました。今だから話せる失敗談。2、思い出すと今でも笑える話。3、思い出すと今でも泣けてくる話。4、実は子供には秘密にしていること。5、ドキッとした子供の一言。6、自分を褒めてあげたいと思ったこと全部お聞きしたいんですが、この中から一つということで、はい、サイコロを振っていただきたいと思います、はい、じゃあお願いします。はい、はい、皆さんには見えないんですね、これは。5番目なんだっけ、5番目、ドキッとした、4か、ごめん、4、早速読み間違えるという一番あれですね、子供が見てないことを願いながら、実はそうです、ね、子供に秘密にしていること、はい、ありますか。あんまりね、考えてみたんですけど、ないんですけど。ないですか、もう一回振りますかどうでしょう。今ね、クリスマス前なんですけど、そして娘の誕生日前なんですけど、実は金欠なんですよ、はい、それちょっとすいませんそういうことだけなんですけど。そりゃそうですよね、はい、高校生、大学生で、ね、大学受験の次の年は、はい、ものすごく金欠ですよね。ちょっとまずいなって、ね、はいはい、ちなみにうちの娘は今中3ですけど中学1年生までサンタクロースがいると信じて いたんですね。いたんですよ。そうですか。そういうところが、いつもね、うぶくて可愛いですね。年末忙しくて買えない時があるんですね、ギリギリまで買えない時。よくあります、うちも、ね、その時ヨドバシに走るみたいなね。それでも間に合わなかった時もあるんですよ今日は都合悪いらしいよって言って一日置いて買ってきて、なんか今日はサンタクロース都合悪かったみたいっていうふうにごまかしても信じたっていうね、天然な娘だったんですけどね。あ、そう、じゃあせっかくではもう一つ振ってみましょうか。ちょっとね、一番出したくないどこが出ちゃったのかな。もう一回4が出たらどうしよう。どうしよう、田村さんが言えばいいんじゃないですか。4出るな5 あ、言っちゃった。ドキッとした子供の一言。ドキッとした子供の一言ですか。ですね、ちょっと長くなっていいですか。あ、どうぞどうぞ。この間、まあ一昨日ぐらいに、玄関に 出がけの時に、高校生の息子が、俺科学かなんとか取ろうと思ってんだけど、お母さんどっちがいいと思うって言われてたんですよ、はいはい、急いでたから、自分で決めなさいって言ったんですよ、はい、でもちょっと不安になって、お兄ちゃんが同じ高校だったもんで、お兄ちゃんがここにいたので、大学生のお兄ちゃんが、お前どう思うって言ったら、その子供がその聞いてきた時に、
一度こう託して委ねたのに、そこを自分でスルーしたくせに後で気になってそういうふうに聞くなんて、それそしたらその次男に聞けばよかったっていうふうに言われて、あ、すごい批判的目を持ってて素晴らしいなと思って、しっかりしてますね、愛してます、ラブラブラブでもその自分で決めてっていうのは実は私も大切だなと思ってて、あの私ねずるいところもあって、あの上の子高校受験する時も大学受験する時も自分で決めて、あの親がここがいいんじゃないってこう調べて、まあ、調べる手間もなかったっていうのもあるんですけど、調べてここにって言って本人が嫌だと思った時に親の責任にできちゃうじゃないですか。勧められて選んだけど、でも僕はあの本当はとか、はいはいはい、やっぱ言われたけどなんか納得いかないとか、やっぱそういうのが嫌で、常にあのなんか高校の選択、はい、大学の選択、はい、今娘の高校受験もそうなんですけど、お前が行きたいところで、まあお金のね問題っていうのはあるにはあるんですけど ね、カリフォルニアとか言われたらちょっとね確かにそれはちょっとどうしようになるんですけど、基本はねやっぱり自分で決めて、で自分で納得いかなくてどうするかってなった時はまた自分で考えてっていうのは、私一つ、ちょっと同じです、はい、ちょっと同じ感じです、ね、はい、今だいぶこういろいろ用意するじゃないですか、高校だったら、はいはいはい、もう高校受験も難しいですもんね、いろんな、そうですね、あの都立の何推薦があったり なくなったりね、とかっていうのがね、いろいろあったりするから、そういうのでもどんどん子供も親も一緒になって不安になっていくっていうのはちょっとね、そうですね、本当ですよね、はい、うん、でもさっきの秘密にしてること、こうね、その中の今の金欠って話が、そうなんですよね、すいません、その金欠絡みの話で、はい、あ、金欠絡みの話で話したいと思うんですけれども、はいはい、やっぱあの大変でしたでしょ、高校大学ダブル入学、大変でしたね、もう貯金が全部なくなりましたね、はい、大変な、はい、本当に負担ですよね、この教育費の問題って本当に深刻だなっていうのは、あの私たちもいろんな方とお話すると世代を超えてやっぱりお話ありますね、はい、あの学生さんだったら自分の学費を払うのにどうしようか、私たちの世代だったら子どもの学費って、うん、もっと若い世代も子ども生まれたらまず教育費、そうなんですよね、心配だから、ないですからね、子どもの数は2人でおしまいとかね、うんうんうん、そういう事態なん で、ね、この教育費の問題ちょっとね、うん、お話を進めていってみたいなと思うんですが、そうですよね、本当に教育費の問題深刻なんですけれども、うん、あのこれはですね、実はあの小中学校の入学時の時点で、まあ、こんなにかかるっていうのが、これは新婦人の教育費調査パネルなんですけれども、負担に思うことで多いのはですね、これが小中学校の入学準備にかかる費用、小中学校ということで、はい、義務教育、この緑のところがですね、1万円以上3万円未満なんですね、うん、でこの青のところが5万円以上10万円未満ということなんですよね、入学準備ですよ、はい、そう、それでこれが負担に思うこと、負担に思うことの、やっぱり保育料、これが幼稚園、学童、保育園等の保育料が 24% 負担に思うなと思っていて、で同じ 24% がやっぱ学校生活にかかる費用が、うん、負担に思うなっていうことなんですよね。これ部活なんかも入れると、部活、さすが部活、そうですね、で習い事なんかも積極教育費ですもんね、そうですね、そうですね、こういうふうに教育費みたいにね、そうですね、なるわけですからね、うん、ありがとうございます、そうなんですよ、あの佐久間さんが活動してらっしゃる新日本婦人、そうなんですよ、女性の団体の皆さんがね、会員さん中心に集めた中身ですかね、はい、はいはい、ぜひお入りください女性の皆さんぜひお願いしたいというふうに思うんですけども、これあの皆さんもそういう負担感多いと思うんですけど、番組をあのご覧の皆さんにもちょっとクイズでね、これ日本って本当にあの負担感重いなって私も思ってるんですけど、世界はどうなのかなっていうことで、クイズのがあるんだったかな、ありましたね、これですね、これ、あ、違うか、まずは何カ国です、あ、これでいいの、これでいいのとか言って、あ、これですね、これですね、ありました、はい、ありました、こういうちょっとクイズを皆さんにも出してみたいというふうに思います。 OECD ってのは、まあ、つまり 先進国ですね、いわゆる先進国、この加盟国34カ国の中で大学の授業料無償化も、また給付制の奨学金もない、給付制って返さなくていい奨学金ですね、うんうん、つまり授業料の負担があり、かつ奨学金も、借金しかないと、こういう国は世界、この OECD 先進国の中34カ国の中で何カ国でしょうかということで、1、15カ国、2、10カ国、3、3カ国、4、1カ国、どうでしょうか、皆さんもクイズに参加していただけると嬉しいです。難しいとかコメントが出てる。いきなり難しい、勘でどうぞ4択でございますのでね
はい、うん、あ、なんか読んだろう、読んでしょう、盛り上がってますよ、ね、いうふうに書かれていますけれども、ね、はい、よろしいですか。1、15カ国 10.6%、 2、10カ国が 9.0%、 3、3カ国が 27.3%、 4、1カ国 53.1%。 正解はですね、で半数の方がやはり正解してますね。日本だけなんですね、実は。これ私も議員になる前に国会の秘書をしていましたけど、これが正解でございます。 53.1%、半数以上の皆さん正解ということで、私秘書していた時に文部科学省とか国会図書館にて資料を集めたことがあるんですよ、うんうん、それでいろんな奨学金制度とか学費とか教えてって言ったら、うん、まず高校生にお金貸してる国はありませんでした。高校生で奨学金受けなきゃいけないっていうのはもう無償給付制、これ当たり前なんですよね、基本的には。それで日本のように全部奨学金を返せっていうのは、ね、本当に貧困、こんな先進国でそれでいいのかっていうふうに思いますけども、どうですか、どんなご苦労、日々の節約のお話だとあまりに赤裸々でしょうかちょっとすぐコメントできません子供さんなんかは、はい、悪いなとかっていうふうに思ったりとかってどうですか。悪いなって その負担が重くて申し訳ないなとかって。なんかね、末っ子がね、あんまり3人目の子が、うん、勉強できないんですけど、ええ、お兄ちゃんたちが都立に行ったか都立に行くって言い張るんですよね、ええ、とかそんなこと遠慮、まあ嬉しいけど、うん、そんな遠慮しなくていいのになって、うん、今都立なかなか入れないから、だから成績悪いと選択肢が ね、なくなっちゃうんですよね、うん、さっきちょっとスタッフからですね、日本だけだよっていうのをちゃんと証拠のあれを見せなさいということで、これ私たちが調べた文部科学省などの資料をもとにですね調べたものなんですけれども、まあ、北欧の国々が本当に授業料は無償で奨学金は生活費として支給する、こういう奨学金なんですね。でこうあって、それから授業料はこれ負担がありますよっていう国も一部負担だったり、あるいは奨学金もですね、なんか机に置いて説明してとかいうコメントが、 ありがとうございますゆらゆらしていたとすいません。例えば そうですね、給付制持ってるところも返しなさいって制度持ってるところもですね、半分は返して半分はあげるよとかですね、とにかく何らかの給付制の制度っていうのを持ってるのがほとんどの国なんですね、うん、なんか見えねえよとかいうコメントが来てるね。ごめん、ちっちゃいね、ごめんね、うん、これ共産党のホームページにきっと詳しい資料がどっか探せば出てくるんじゃないかなと、うんうん、新聞赤旗で何度か載せている資料なのでぜひね見ていただきたいなっていうふうに思うんですけれども、うんうん、これやっぱあれですね、若い人たちは社会の担い手で社会の財産なんだから、ちゃんと勉強してもらうのは当たり前だっていう考え方にやっぱ基づいてるんだなっていうふうに思いますよね、うんうん、そこが日本と海外の大きな違いかな。で共産党実は給付制奨学金作れってことでずっと運動していたら、最近下村文部大臣も、うん、はいはい、給付制必要だと、うん、そうですよ、当然ですよ、ね、ね、実現したいですよ ね、うん、ね、本当ぜひ頑張ってください、ね、っていうか私も頑張りますこういうのやってんです、これもまた小さくて見えないかしら、すぐにね給付制全部にっていうのはこれなかなか難しいんですけど、今奨学金って全部利子なんですよね、利子つけて返せよっていう、私が入学した年あたりに始まった制度なんですけど、どんどん利子付き奨学金がどんどん増えていったもんですから、これも返さなくて困ってる学生さんがいっぱいいるわけですね。でもうちょっと見やすいのをこちらですね、チラシも作ってこうです。奨学金無利子当たり前、うん、今奨学金そういうの申し込んでなかったんです。やっぱ返さなきゃいけないからね、はい、そうなんですよ ね、まあでも3人とも申し込まなくていいかどうかはね、お兄ちゃんとりあえずっていう感じなんですけど ね、だからこれやっぱり利子付きは奨学金って言いませんね、普通ローンですねこれは。なので奨学金という名に値するようにまず全部無利子に借り換えようできるようにしようじゃないか、うん、これ実は1000億でできるんですよ。今回1000億って多くないんですか。す
少ないの総選挙約700億でしょ。あ今回の総選挙ね、約700億使うって言われてるんですよね。そうですよね。あとあのオスプレイ17機買いますでしょ。あれ1機100億って言われてるんですよね。そうですね。そう考えてみると ね、 ね、本当ですよね。こっちでどっち大事なのって感じですよね。ですね。だからこれできるんです、うん、無利子にっていうのは、うん、からあの返済困った時、これあの本当にあのすぐにブラックリストに載せられて、もうあのカード持てないような学生増えてるもんですから、これやっぱりあのちゃんと相談に乗って返せるような相談体制作ろうよ。それからやっぱりあのとりわけあの、経済的に苦しい家庭なんかすぐ給付性奨学金これ作ろうよっていうことで、今あの大学前で署名活動宣伝行動などもしているわけなので、ぜひあの、ご覧の皆さんも、ホームページから署名が取れます、うん、ぜひあの署名周りの皆さんにも、広げていただいて、返さなくていい奨学金作る、利子付きの奨学金は無利子にするというのを、すぐにでもやっていきたいというふうに思います。いろいろコメントも、すごい刺さってますよ、これやっぱり。嬉しいですね。いい、ね、うん、なかなか今回総選挙はアベノミクスばっかり言われてるんですけど、やっぱこういうことを進めなきゃね、景気良くならないと、うん、本当ですよ、思いますので、佐久間さんぜひ新婦人でも、あ、新婦人でもそうですね、はい、わかりました、いただけたらなというふうに思います。はい、はい、あのなんか佐久間さんにお聞きするはずが、私ばかり喋っていて申し訳ありませんが、いいえ、とんでもないです。あの後半、お話をお聞きしたいと思いますので、ここでちょっとですね、新しい CM ができたということで、共産党の新しい CM ご覧いただきたいと思います。格差を広げるアベノミクスとはお別れよ。景気を悪くする消費税増税に反対。原発再稼働ストップ。沖縄の新基地建設ノー。海外で戦争する国にさせてはならん。子育て安心の社会へ。日本の農業を守る政策を。今こそ拡散。日本共産党拡散部、またまた登場、応援よろしく。数々の職場を渡り歩き、傷ついた女が今歌います。アベノミクスエレジー。切り捨てられた派遣の私、この先どうして生きてゆくの。説明、感情移入しすぎでしょう。格差を広げ日本経済をダメにするアベノミクスと決別を。拡散部、応援よろしく。早めに別れちまいな。はい、いかがでしたでしょうか。なんかいろんなコメントが出てきて、うん、あの歌は私が代わりに歌ってあげたいなというふうにもあの思えたんですけど、なんか哀愁漂う、拡散部ですけど、今あのピンクの、トレンチコートの、雇用の陽子が大人気ということですが、はいはい、実はもう一人今日あのピンクの写真が届いているんですけれども、これ、あ、ここしましょうか。これ、このピンクはどなたですか。あ、それは私なんですよ。あ、ピンクレンジャー。はい。これちょっと一代目なんですけど。あ、これ着て、はい、このコスチュームで体のラインがバッチリわかる。そうですね。コスチュームを、はい、思い切って、はい、これ何年前。それですか。これはですね、今年なんですけど、今年でございますね、3年前から始めたんですけど、あ、3年前から、はい、あ、お年はお聞きしませんが、はい、はいはい、素晴らしいですね、はい、マニア向けとか言われてではこれは一体いかなる写真かをちょっとあのお話しいただけますでしょうか。このピンクレンジャーはいかなるものなのか。 あのですね、なんかこれドンキホーテで売ってるんですよね。それで、あの面白いなと思って、このフェイスだけ買って家に帰って、はい、あの夫にね、私服着てみてどうって言ったら、フェイスだけ買ったんですか。フェイスだけ買って、フェイスだけ売ってる。フェイスだけも売ってるし、全身も売ってるんですよ。行、はいはい、ってみてください。それでそしたらですね、ちょっとこれだけ被って普通の服を着ているのはどう見ても変質者なので、もうどうせだったらこう全身買って今回って夫がね、夫がお金もくれたんですよね。いい夫と言っていいのかどうか。いい夫ですよ。はいはい、はい、なるほど。それで、買ったと。はい。なんで最初はですね、最初はあの311 の、 あの時にですね、311、はいはいはい、以降の時にあの復興支援を全然してなかったんですよね。あ、それでその復興支援をもっとしてほしいっていうムラムラとこう気持ちが湧いてきて、なんか復興支援旋回ね、
なんとか戦隊って言ったら前回、はい、あの原発イランのジャーピンクっていうのを思いついてこれ素敵と思って最初 の集会でしたのが最初なんですよ。なるほど、あの原発集会か何かできて、原発の集会、はい、なるほど。それで結構ね、あのこれの網目のを腰に人を見るとあのいつもの人と違うんですよ。あのあからさまに嫌な顔をする人、はいはいはい、そして、はいはい、あのとても喜ぶ人、はい、ね、あのあ人間っていろいろだなと思ってなるほど、癖になりました。なるほど、じゃあそれはもうあの定番のピンクレンジャー、そうですね、佐久間、そうですね、これ1代目だからちょっと顔が違うでしょ。あ、そっか、何代目なんですか。これゴールドで、これはあ本当だ、シルバーになってますね。シルバーですけど、2代目なんです。あ、2代目、あと2人ぐらいいるんですよ。色ピンクなんですか皆さん。あ、みんなピンク、みんなピンク、はい、はい、あの新婦人のお仲間が、いやそれは言えません。あ、そっか、あレンジャーだもんね。佐久間さん、はい、顔を出しちゃいけないじゃないですかレンジャーは。そうなんですよね、本当はね。今日はあの皆さん内緒ですよ、誰がピンクレンジャーかっていうのは内緒にして、あのこれはしかしあの 3.11 とはちょっと違ってノーモアと書いてあって折り鶴のをあの外国の方が持っていらっしゃるこの写真は、これはですね今年の原水爆禁止世界大会というところで、はい、あのピンクレンジャーとして出ましたらとても海外代表に大人気で海外代表が喜んじゃってですね、ええ、これでぜひ来年のニューヨークに来るのかっていうから、ああもちろん行きますということでニューヨークはあの来るみたい。何をしにニューヨークに、ああの各、NPT あの核兵器を、そうですね、ええ、あ核兵器について話し合う国際会議ですね。それのニューヨーク行動っていうのが あるんですね。2015年の4月の終わり、伊勢地方選挙の投票日挟んでたと思うんですけど、はい、その時に、はい、行きたいと思います。2度目になるんですかニューヨーク行くのは。あ、2度目です。2010年も行きましたので、はい、2010年の時も確か核兵器廃絶 その署名をいっぱい持ってニューヨークに、ね、あ持ってってか別便で送ってってか送って積み上げ て、はい、ね、あれ新夫人が一番集めたんですよね。はい、ですか、はい、すごい。それであの確か国連の事務総長 あのパンさんが、はい、大変その署名に感動して、あのぜひあの廃絶で動かさなきゃいけないと、各軍縮じゃなくて、はい、廃絶が必要だっていうふうにね、うん、だいぶ会議の中でも熱心な議論が行われたっていうことですけど、そうですね、あれですね、政治ってのはそうやって動くんですよね、やっぱりね。本当ですよね、なんか署名ってすごいよね、と思って。ニューヨークまでですからね、うんうん、ぜひあのこれもいろんなところで撮ってる署名ですので、皆さんあのニューヨークに届く署名なので、はい、あのぜひ、核兵器の問題でもね皆さんに協力していただきたいなと思うんですが、これあのその核兵器廃止のための世界大会の写真ということなんですが、そうですね、はい、私も実はその核兵器廃絶のこれあの長崎記念式典、昨年でございますね、今年ではなくて昨年、これ分かりますか、あの、私がどこだ、私がこれも こういた方が見えるんですか、こういた方がいいのかな、私ここにいるんですねあの、うん、ここずっと共産党の国会議員がこういるんですけど、ね、あの沖縄の赤嶺政権さん、それからあの井上聡さん参議院議員で、私と西総平さん参議院議員で、これわかりますか、これオリバーストーン監督がですね、すこの年あの広島長崎沖縄とこの夏に回って、うん、あのそのアメリカが日本に対して何をしたのかっていうことを自分の目で確かめたいということで、うん、はい、あの平和の問題でずっと暗夜をされているときに、たまたま私これ指定席なんですよ、共産党この席っていうふうに決まってて、であの後ろ見たらね、オリバーストーンって書いてあるわけですよ、 ここオリバーストーン来るよって来たらどうするって、うんうんうん、せっかく隣に来てるのにどうする、ところがね、うんうんうん、男連中、うん、話しかけに行かないの。なんで恥ずかしいから、英語できないから、みんな私もできない、私もできない、もうなんていうかね、その何話しかけていいのかわからない、うんうんうん、もうね、せっかく隣の隣がオルバーストーンじゃないですか、うんうん、隣かこれで何も終わっちゃったらあまりに悲しいと思って、うんうん、私突撃隊になりました、うん、あの話しかけに、あごめんなさいマイク叩いちゃった、あ突撃隊になりましてね、すいません、私は7月4日に生まれたんだと、はい、あすごいですね、本当ですか、そうなんです、7月4日生まれ、すごい、あの前の参議院選挙公示日ですね、すごい、7月4日生まれなんだというわけのわからないことを話しかけに行きましてね、でもバッチリですよね、それじゃなんとなくね、うんうん、こう話が、あの、うん、であのサインもらったのかなとか聞かれてます、あのさすがにちょっとそこまで私たちもですねミーハーではなくて、話しかけたところであの終わったんですけども、あの共産党の国会議員なんだと、核兵器廃絶のために頑張ってるんだということを日本語で話したら全部訳していただきました、うん、女性の方に、
ということで、話ができたという瞬間の記念の一枚でございます。握手したとかいろいろ書いて、話しかけただけでございます。ちょっとね、やっぱ記念式典の席なんで、ね、あんまりはしゃいでましたけど、はしゃいぐのもね、どうかなっていうこの自粛の気持ちもございましてね。でもやっぱこうやって原爆の問題なんかでは、やっぱその核兵器を落としたことは間違いじゃなかったっていう一定の世論がアメリカにあるもとで、オリバー・ストーン監督がこうやって来てね、実際に原爆資料館も見て、やっぱアメリカの核兵器間違ってるっていうふうに発言してくれたってことはすごい励みになりますよね。こういう平和の問題、新日本婦人の会の皆さん一生懸命運動されてると思いますけど、どうですか最近の安倍政権。そうですね、ちょっと暴走で怖い感じですよね。でもいろいろお母さん手方とお話ししたりとかっていうのでは心配の声聞かれますか。うん、そうですね、やっぱり集団的自衛権の問題が怖いって言って、割とお母さんだけじゃなくて女子高生とかもシール投票していると、やっぱり彼氏にね行かせたくないとか、男の子たちもなんかガタイのいい男の子とかがガーって来て、なんだろうとか思ったら、俺みたいなガタイのすぐ連れて行かれるよとか言ってシールね反対に貼っていったりとかするので、すごい怖いなと思いますね本当に。はい、なんか勧誘のね、通知ですか、自衛隊に入りませんかっていうのがバーッと送られたりとか ね、いろんなちょっと怖い事態になっていますよね。でここでね、せっかくやっぱり総選挙って時もありますんで、またご覧いただいている皆さん、これちょっと、アンケートにご参加いただけたらなというふうに思います。集団的自衛権の行使容認についてどう思うかということで、率直にどうぞ皆さんのご意見を、賛成、反対、わからない、1番が賛成、2番反対、3よくわからないよ、これご意見をお寄せいただけたらと思います。安倍暴走ストップ、いろいろ、はい、出ます。はい、賛成 18.5%、 反対 75.1%、 すごいですね、 75.1%、 わからない 6.4% ということで、まあ、多数が、反対ということですけど、その佐久間さん、その私は集団的自衛権嫌よっていうその思いの一番は 何でしょう。やっぱり戦争につながるっていうか、その他国の戦争に巻き込まれる、そしてまあ自分たちの子供も巻き込まれるっていうのがやっぱり怖いですかね。怖いですよね。やっぱり攻撃されてなくても、アメリカ攻撃されてたら参加するよっていうのが基本的にもう集団的自衛権のこの考え方なので、これやっぱりどう考えたって戦争の道に進むじゃないかって思いはありますよね。うちの中3の娘もですね、この集団的自衛権の問題がわーなってる時に、ちょうど学校でいろんなニュースについて自分が思っていることを作文にして出すっていう宿題があったんですよ。で集団的自衛権について書いたんですね。で何があなた一番言いたいのって、こういろいろね自分で言うんですよ。ボキャブラリーがないから言いたいことがなかなか書けないとかって、ちょっといろいろこう話してたら、一番腹立つのは、そうやって決めた安倍さんは戦争に行かないでしょ、決めた人は一番安全なとこにいるんでしょ、行くのは私たちじゃん、まあ私は女だけど、女でも行くんだよ、ね、行くのは私たちじゃんって、それがね一番許せないんだっていうことをすごく言ってて、いい作文だねって褒めたんですけど、安倍って字が間違ってました。そのまま停止しちゃいました。安倍っていうのがね、まあ、いろんな安倍さんがいるから。後で見てなんて直してくれなかったろうとかって、ね、言ってたんですけどね、フェイスブック載せちゃったもんだから、そのまま写真撮って載せたら、後で気がついたのね、安倍が違ってたっていうね。すごいね、なんで直してくれなかったんだってものすごい言われましたけど、やっぱ子どもたちもそういう思いありますよね。なんで勝手に大人が決めるんだっていうね。選挙権ないしね、かわいそうだなと思って。その子たちがどういう世の中生きていくのかっていうことですもんね、この集団的自衛権の問題って。賛成っていうふうに書かれた方もいらっしゃるかと思うんですけど、やっぱこれからね日本がどういう道を歩んでいくのかっていうのは、また今日はもう時間もあんまりないので、今後ですね、どうしたら日本の平和を守れるのかっていうことは、またぜひ皆さんとも、討論したいというふうに質問にもお答えしながらというふうに思いますし、 75.1% 反対、ぜひ日本共産党をこの総選挙でも応援していただきたいなというふうに思いますが、佐久間さんは、はい、共産党応援で。そうですね、はい、いつから。
私はですね、いつからって言われたら、まあ二十歳ぐらいの時からですかね。あ、まあ選挙権の行使の時からと、はい、そうですね、はい、そうですか、はい、きっかけは、きっかけはですね、ちょうどやっぱり PKO 法案が導される時で、うん、こう見てる方分かんないかもしれないけどね、初めて自衛隊が ね、 そうですね、海外に武器も持って出かけるぞっていうね、そうですね、そういう法案だったんですよね。そうですね、あの時、その時に学生さん、そうですね、学生ですね、はい、国会行きました、はい、国会行きました、はい、ちょっと田舎だったか大変だったんですけど、どちらでしたっけ。あ、私はその時は京都にいたんですけど、あ、京都から国会に、はい、また京都とか書かれそうだよね、コメントにまた革新の京都でじゃあそこから国会にも来て、はい、いいですか、通すなって、そうですね、要請行動やったんですか。はい、はいはい、そうですね、立命じゃありません、同志社ですか、ね、書き込んでいただいてありがとうございます、はい、そうですか、はい、同志社で頑張っていらっしゃるのね、はい、それでね、そのなんで共産党かっていうことで、うん、同志社の新島城の精神に底辺に向かう志っていうね言葉があるんですよね。ずやその言葉がすごい好きで、まあ、彼はクリスチャンとしてそういう風に言ってるんですけど、うん、そこはやっぱり共産党と絶対被るっていうの、うんうんうん、絶対貧しいものの味方だし、で私も22年間投票してますけど、投票した後に言ってたこととやることが違うということはないんですよ、一回も、うんうん、それは ね、 他党と違いますね、全然、力がまだね、議席が足りなくて言ってたことをなかなか実現できない、それはよくあることですね、それはいっぱいあるんだけども、はいはい、だけど絶対そのなんか主張してきたことを取り下げてね、うん、例えばね、うん、沖縄の基地は、何国内県外に撤去だって言ってたのに、うん、コロッと変わって新基地いいよっていうような、うん、あんな裏切りはね、やったことはないっていうね、はい、そういう意味での信頼感をお持ちいただいてるのかなと思います、はいはい、そう思います、はい、PKO は私も本当に反対で、徹夜国会も経験して、その時夜を共に明かしたのは私の今の夫でございます。徹夜国会の後の夜明けのコーヒーを飲んだあたりから、聞いたことありますその話あちこちで吹いてるから、はいはいはい、思い出深い PKO 法案と国会と、はい、お互いになんかあれですね、それが一つの青春の一コマと見えるのかななどと思ったりもしているところなんですけれども、はいはいはい、古いとか夜明けのコーヒー古かったですかね、あ、純粋な時代だったんですよ、そういう風にね、はい、ということで、あっという間に30分が、過ぎてしまいました。なんかトモコの部屋というのはトモコが喋りまくる部屋じゃないのかという風に思われた方すいません、もうちょっと次回からはうまく進めていきたいなというふうに思いますが、ぜひ佐久間さんのその平和への思い、子育てへの思いもですね、受け止めて、この選挙でも前進できるように頑張っていきたいというふうに思っています。で、今日から始まっていつまで続くかですが、皆さんのいろんなコメントでよかったをいただけると、もうちょっと回を重ねてより良い企画になるかというふうに思うんですけど、次回は決まっております。次回はあります。12月11日木曜日の同じ時間4時から、今度テーマはですね、ブラックバイトのような雇用の問題について取り上げてみたいと思います。どなたが登場いただくかはその時のお楽しみということです。ニコ生の皆さんにおなじみのとことん共産党は明日の4日、同じ、20時8時ですね、夜の8時からですので、こちらもぜひご覧いただきたいと思います。バタバタしたまま終わったなと思いますが、佐久間さんどうぞハーブティーも用意しましたので、 ありがとうございます。ハーブティーもお飲みいただきながら、これ昨年東ティモールに行って、有機無農薬ハーブティーがあまりに素晴らしいので、取り寄せました。ありがとうございます。お飲みいただいて、はいはい、また総選挙頑張りましょう、はいはい、それではお付き合いいただきましてありがとうございました。ぜひまた次トモコの部屋、訪ねていただければ嬉しいです。どうぞ今日一日これから、楽しい一日になりますように、願いまして終わりたいと思います。どうもさようなら、ありがとうございました。ありがとうございました。